阪急千住系電車は、1956年に、京阪神急行電鉄が導入した、高性能電車である。1954年に試作された千系の実績を、踏まえて改良した量産車で、千住系は、神戸線に投入された。本校では、神戸専用量産車の千住系のほか、千住系と、同仕様で、宝塚専用の千百系についても記述する。 京都線仕様の量産車である1300系、量産車車体の機器流用車で、新方線用の1200系、同じく機器流用車で、京都線用の1600系は、それぞれの項目で解説する。また、110系、1100系を、野瀬電鉄に乗とした野瀬電鉄1 0系についても、本校で記述する。1 0系、1100系は1 0系の使用結果をもとに、製造された。 量産高性能電車で、歯車比の総移動から、神戸専用と宝塚専用に区分された。1956年から1961年に、かけて1 0 0系が35両と1100系が51両の合計86両が、何は後期で製造された。1 0 0系が、全電動車方式として、当初は、制御電動車の1 0 0型のみであったが、経済性から制御車で、 電装準備車とした車両が登場し、後に1017型と呼ばれる。後に、中間付随車の1050型が登場した。1100系は、当初より、経済性を重視して、制御電動車1100型から制御車1150型による 1M1T 編成として設計された。その後、宝塚線の利用客増加に伴う増結用として11、1140。 型と1190型が増備されたが、これらの車両は一両単位での増結用であったため、連結面側も強幅貫通路及び自動連結機付きであった。基本設計は1000型に順次、順調各構造の軽量車体を備えるが、換気装置として新たに三菱電機製ファンデリアが採用された。このファンデリアは、 天井中央部に設置されており、車内天井と車体屋根板との間に風道を設け、さらに車体側面の雨戸以上部に換気用ルーバーがほぼ全長にわたって設置されるなど、複雑な構造の二重屋根となった。900系以来の車体デザインに大きな変化がなく、利用客には新車であると認識されず、車内にはこの車両は、 今年の新造車両ですという車内広告が、掲出されていた。初期車は1000型や810系などと、同様、2、扉ロングシート車として製造されたが、1100系では1958年製造の1108以降、1010系では1959年製造の1030以降が、ラッシュ時の混雑緩和と乗降時間の短縮を狙って、当初より3扉で落成した。 また、2、扉車については1966年から順次、3扉化が行われている。線型での実績を反映し、定格出力の引き上げを図った、東芝 SE-515C が採用された。駆動システムは、WN ドライブが引き続き採用されている。波数比は、神戸専用で、全電動車用線重計が4.16、MT 比1、1が、 基本の千1 0 0系が5.76となった。ただし、これは後年神戸線の5両編成火事に0 1 0系も MT 批3-2に再編され、波数比を5.76へ引き下げたため、最終的には両系列の走行性能は統一されている。電気機器は、河川電圧1 5 0 0トへの昇圧対応が見送られ、電動発電機や空気圧縮機は百ボルト専用となった。 このため、主制御機は、ポリエチレン -10B の実績をもとに改良、簡素化して、同期機能を省略したポリエチレン -13A を採用した。補機の配置は 1010K では千型に順じて、奇数車と偶数車で、集約分散配置とされ、1100K では、電動車に、電動発電機を、制御車にコンプレッサーを搭載してこちらも、集約分散配置とされていた。 ブレーキは線型に順次、発電制動併用自動空気ブレーキの AMC-D を採用した。台車はアルストムリンク式が本格採用され、当初は1010系画両打機式、ブレーキシューを備える FS-311 を、宝塚専用の1100系が、型押し、式ブレーキシューを備える FS-312 をそれぞれ装着した。また、 1957年製造の1010 10系二次車で空気バネ台車の試験が行われ、1018から1019には FS-311 の枕バネをベローズ式空気バネで置き換えた形状の FS-320 が、1020から1021には日本における量産空気バネ台車の基礎となった計1810、18 KS-51 を基本とする。 汽車製造系52シンドラー式台車が、それぞれ装着された。シンドラー式台車は、円筒案内式台車、という別称が物語るように、軸箱の前後に配されたコイルバネの内部に軸箱の上下道を案内するシリンダーを内蔵して、ペデスタルを廃止したもので、元来、スイス国鉄用軽量客車のために、各社で開発された技術を導入したものであった。さらに、 1018から1019編成に挿入された1050系1056については、汽車製造が新開発したエコノミカルトラックと呼ばれる、揺れ枕を持たず軸箱支持を干渉ゴムのみに依存する、簡素な構造の軸箱両式空気バネ台車である KS、KS-62 が使用されている。これとは別に、付随車である1050型には前日の1056、もっとも、以後は、 様々な事情から複雑な台車振り替えが実施されており、各社の最終的な装着台車は当初とは必ずしも一致しない。1010 10系のうち初期に製造された4両は1000型と同様に奇数車と偶数車でペアを組む全電動車編成であった。1100系については 2M2T の4両編成での運用が基本であった。だが運用開始後の実績から 3M1T 編成でも神戸線での運用には十分なこととコスト面の問題などから、1014以降の車両については、制御車の1017型を一両組み込んだ 3M1T 編成として製造された。1010 10回についても、その後製造された MCTC 編成の1026から1027と1028から1029と、 組み変わられ10、1010から1011プラス1026から1027万1012から1013プラス1028から1029となり、1010 10系の全編成が 3M1T で統一された。1030.1108以降の増備車は、乗客数の増加から3、扉車となった。引き戸の乗降扉はすべて連結面側に開き、飛ぶ窓も曇りガラスから、熱線吸収ガラスに、 つまめん窓も H ゴムから直接指示に変更された。1010 10系は付随車を組み込んだ 3M2T の5両編成化が検討されたが、主電動機容量の関係から、歯車比が1100系と同じ5.76に変更することになり、1010 10型と1100系の性能は同一になった。1030以降は歯車比を変更して申請されたが、車番は続番である。 年々増加する宝塚線の乗客数に対応すべく、1959年から1960年にかけて1140型が製造され、4両編成の大阪寄りに連結され、3M 2 T の5両編成で使用されるようになった。神戸線は中間付随車の増結がなされ、T 車の1050型を組み込んだ5両編成を蘇生した。引き続き、 1961年には1190型が6両製造され、1140系の1140から1145と2両編成が組まれ6両編成で運転された。一方、1146から1148は引き続き増結用車として使用されたが、1147と1148は1963年以降に神戸線に転属し、 千住系の造結車としても使用されるようになった。運転台、運転台扉が撤去された千百四十、千九百七十七点一一二十一谷手撮影神戸線と宝塚線の昇圧に際し、1967年から1969年にかけて全車で千五百ボルト専用化改造が実施された。保機を含む伝送品一式が更新されることとなり、 京都戦線,線300系と同様に MM ユニット化され、制御機は心臓の投資はポリエチレン -22A に交換された。主電動機については、対地絶縁試験の結果、発電制度を廃止し負荷を避ければ、昇圧対応可能であると確認されたため、そのまま流用された。また、ブレーキ装置も AMCD から HSC へと改造されることとなった。 1010 10型は、奇数 MC 車が MC 車となり、1100回から1108回などの4連は、MCTC、MCTC を MC、MC2MOTC として、半永久連結機により4両固定化、1140型は、M 車に改造された。改造の際には、不要となった運転台とパンタグラフが撤去されている。車種の変更は、以下の通り。なお、 昇圧工事に際しては1500ボルト専用車として施行されたため600ボルト区間では走行できなかった。それゆえ、神戸線の昇圧に先立って改造された車両については改造工事後の試運転を京都線に改装の上で実施し、その後神戸線の昇圧実施まで小弱車庫やカズラ車庫に留置された。一方、 神戸戦勝圧後に改造された車両については、宝塚戦所属車についても、改造工事後は神戸線に転属し、小圧速く王者である3000系などが入れ替わりに、宝塚線に転出した。その結果、一時的に全車両が神戸線に所属していたことがある。試作的に更新された1 1 9 7 4年5月頃、1100の一両で、 イメージアップを目的とした工事が施行された。前面は、ホロ枠と標識等枠が、ミ道の無塗装になり、つまひら戸と車掌台の窓を、白エッジゴムに変更、側窓枠は、高褐色から、ミ道の無塗装となった。この改造は一両に止まったが、冷房化改造時に、本格実施される。冷房改造車10291976年には一部の、 車両に冷房改造がなされ、ファンデリア及び風道撤去の上で、冷凍能力1500キロカロリー、H の東芝プーマイナス3003が各社に3期、搭載された。施行されたのは、以下の38両である。当時の冷房車の配置と運用の関係から、宝塚線所属車を中心に施行され、神戸線系統では、今津専用の6連1本のみの施行となった。 冷房改造と同時に、車軸径の 110mm から 120mm への強化、運転台撤去後の乗務員室扉の埋め込み、車外スピーカーの設置が行われたほか、当器の寒風対策として広幅貫通路が2両に1両の割合で強幅化、引き戸が設けられた。車内は木目模様を明るい塗装に塗り替え、側窓枠はアルミチム塗装として環境を刷新した。 最初に改造された1113階では、屋根以外には大きな改造は受けていなかった。冷房改造されなかった車両については、1978年頃から小規模な更新改造が実施され、社外スピーカーの取り付けや内装デコライターの張り替え等が行われた。110系と1100系の性能は、増備終了時には統一されており、1962年の 神戸線6連化に伴う1148の神戸、千円席以降、本格的に、両形式の共通運用が開始された。昭和後も神戸、宝塚線の主力車として運用され、神戸高速鉄道開業後には、特急運用などで高速神戸や新海地まで乗り入れていたが、山陽電気鉄道本線への入線実績はない。また、大阪万博の際には、数編成が、 京都線に貸し出され、臨時準急などに使用された。出力の関係で 4M4T の8両編成が使用できなかった。神戸線では、各駅停車の8両編成化が進んだ1978年を最後に運用を終了したが、宝塚線では1986年の初旬までは、引き続き主力として8両編成で使用され続けた。1978年以降、徐々に、 支線運用が中心となった。宝塚線の冷房車も、1981年以降は、本線への新車投入や、非冷房車の廃車の進行などで、順次伊丹線美濃線へ転出していった。途中、今津南、紅葉線からは1985年6月、今津北線からは1986年8月に、撤退した。阪急で最後に残ったのは、 伊丹線の1 2 6回と美納線の1106回となった。1989年3月5日に、この2編成を並結した8両編成で、梅田宝塚間のさよなら運転を行い、1010 10系、1100系の運用を終了した。この際、未公表ながら当時最新の8000系が、梅田駅で1010 10系と並ぶよう運用が調整され、終着の宝塚駅でも、 同様の並びが行われた。1986年と1988年に、1編成4両ずつの計2編成8両が、乗せ電鉄に譲渡され、1000系として2001年まで運用された。保存されている1010の車体断面。2011.5、8小弱工場内の阪急ミュージアムにて1984年の1100回を、最初に廃車が開始され、 1020回と1 1 1 4回を最後に1986年3月に非冷房車が全廃、冷房車についても1989年3月までに全車廃車された。なお、1026回のみ廃車は4月下旬に持ち越されたとする資料も存在する。1010 10の車体断面が小略工場内の阪急ミュージアムで保存されている。 旧塗装の1 0新塗装の1一九1 1 9 8年と一九8八年に1010系と千百系の四両編成一編成ずつ、系2編成が乗せ電鉄に譲渡され、新たに乗せ電鉄1系として収益開始した。括弧内に阪急時代の旧番号を記す。六百ボルトで使用するため、電動車は単車で走行可能な一 m 方式とする必要があり、 中間電動車となる1030型については、先頭車を他年車としている。電気関係は、主回路の高圧処置が施されており、電動発電機が静止系インバータに交換されて1080型に搭載されたが、あとはほぼそのまま使用されている。そのため 1500V に昇圧された際にも、容易に対応することが可能であった。また外観については、方向膜の取り付けや、 通過標識等、微灯を、腰板部タブに移設、中間車の乗務員室撤去後を完全撤去、窓周りにベージュの塗装が施されるなど様々な改造が施されている。塗装は後に1700系に合わせたオレンジグリーンの塗装を経て、ベージュに扉周りがオレンジの新塗装に変更された。1992年の610系の引退後は予備車的な扱いとなっていたが、 1500系のワンマン化改造が進められていた時期は、日中の運用にも返り咲いていた。1998年に6両編成化が行われ、1001から1080プラス1030から1081プラス1031から1051の1編成となり、ラッシュ時間帯のみの運用となった。この際に余剰となった1000、1050の2両は廃車された。 2000年6月4日のダイヤ改正で6連運用が消滅したため運用を離脱。以降はイベント等にのみ使用された。2001年4月にさよなら運転を実施し、同年5月に開催された阪急電鉄小弱工場でのレールウェイフェスティバルの車両展示を最後に廃車された。しばらく解体保留となっていたが、2002年3月に全車解体された。この記事は、 以下のカテゴリでも参照できます。乗せ電鉄線軽電車に関するカテゴリ。ありがとうございます。